いや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 、エボリューション。いや、でもすごかったね。やっぱそのエボリューションっていう、まあお祭りですか。祭典はすごいなと思いましたよ。なんか改めて。だって魔法は最後に行ったの4年前でしょ？4年前ぐらいかな、本当いに。つだ？ 2019。 あのインフェクシャスの時か。インフェクシャスの時？4年前って。最後に優勝したの誰だったっけかな？で、去年は河野で、去年行ってないじゃん。言ってない。その前インフェクシャスだったのよ。優勝が？うん。優勝インフェ、あ、そうだね、インフェクシャス。そうじゃん。その時だっ最たっけ？後、多分インフェクシャスじゃない。その時でしょ、孫さん言ってたの。そうだね。あの時以来だからもう4年ぶりか。インフェクシャスがなぜか復優勝して活、たんだ。そう、復活するっていう。復活優勝ね。でも、その時じゃないかな、本当に。あの時、去年俺行った時は、人はね、そんなに少なかったのよ、今年に比べて。いや、やっそぱりゃコロそうでナし禍ょ。だったから、そう。スト5参加者だって500人とか600人とかそんなもん。いや、去年1000いって1500る。とかじゃ、1000は行ってたと思うよ。でも今年7000で、しかも会場がやっぱものすごい人多かったね。いやー、多かった。バッすジご取るかっのも大た変だったし。ね。いや、バッチ。あれ、朝に撮ろうとした人積んでなかった？あれ。いや、朝は行けたんですよ。あ、行けたんだ。当日は早めに行けた。朝撮ったの？じゃあ、時々。朝取った。あ、そうなんだ。結構長蛇の列になってて、朝撮ろうとしたら積んでるんだろうなって思いながら見てたけど。あの長蛇の列は入場待ちです。あ、そうなんだ。バッチはあんまいなかったの？バッジはあんまいなかった。なるほどね。いや、でもすごかったね。俺らだって並ぶときに30分ぐらいかかったかああ、そうでしょう。前日？な。前日に着いて、まあ、ああ、そこそっか、から、すぐ行ったのか。そうなんだよ。そうだ、前日しかないもんな。もう、なるおが体痛いしか言わないの、ずっと。いやー、大変でしたね。ね、本当に。そうなんですよ。我々、魚群組はですね、取ったチケットっていうか、取った飛行機が飛ばなくて、急遽翌日の便になったんですよね。飛ばなかったから。で、まあ、翌日だったら間に合うから、まあ大丈夫かなと思ってたんだけど、その翌日の便も朝起きたらキャンセルされてて、その翌日になってて、それはもう間に合わないよね、もう絶絶対無対。理じゃんっていうところから、魚群スタッフがなんか頑張ってくれて、なんかじゃなくて、まあ普通に頑張ってくれて、なんとか、まあその日の便を取ることができ、まあ向かうことになったんですけど、まあ着いたのが、まあ、夜の7時、8時ぐらいだったかな。で、そっまあみんなから、大変でしたね。疲れてるだろうし、でもバッチはすね、とりあえずゲットしなきゃいけないし。そうだね。怖いね。